ああ、適合試験無事終わって何よりだ。まあ座るといい。ここはフライヤーの中でも一番落ち着く場所なんだ。ああ、すごく気に入ってる。そういえばまだ名乗っていなかったな。俺はジュリウス・ビスコンティ。これからお前が配属される極地下技術開発局ブラッドの隊長を務めている。あまり恐縮しなくていい。これからよろしく頼む。さて、休んだ後でフライヤーをゆっくり見て回るといい。また後で会おう。まず戦場で大事なことは状況把握だ。周囲を見回してみろ。では次に進むぞ。正面を見ろ。次は戦場での移動についてだ。そこに2カ所高台があるだろう。登れるようにしておけ。高低差が有効になることもある。スタミナの消費を常に考えながら行動しろ。戦闘中の息切れは確実に死につながるぞ。では少し体を動かしてみろ。終了だ。次は戦い方について説明しよう。今手にしているものは神器という荒神を攻撃できる唯一の武器だ。訓練用のダミー荒神だ。倒してみろ。お前の神器はガンフォームに切り替えることもできる。ガンフォームに変形し訓練用アラガミを攻撃してみろ。ガンフォームによる攻撃は OP を消費する。残量を意識してうまく立ち回れ。これまでの説明をもとに目の前のアラガミを倒してみろ。今日の訓練は以上だ。しっかりと身につけて早く戦場で活躍してくれ。君もブラッドの新入生じゃなくて新入りの人だよね。私はナナ、同じくブラッドの新入りです。
ろしくね。君はどうだった？私も。よく似た者同士だ。これ。そうだ。お近づきの印に。はい、どうぞ。お母さん直伝、ナナ特製のおでんパン。すっごく美味しいから、よかったら食べてよ。私そろそろ訓練の時間だから行ってきます。残したら後で怒るからね。前回のおさらいからだ。目の前の敵を倒せ。前回より手強い相手だ。油断するなよ。荒神の攻撃を避けるのが難しい時には装甲を展開して防げ。実際の戦場では悠長に回復している暇はない。スタングレネードを使って荒神に隙を作れ。ではもう一度さっきの荒神と戦ってもらう。いざ。神器にはもう一つ大きな特徴がある。プレデターフォームといって荒神からオラクルを奪える形態だ。それにより自身の能力を一時的に上昇させることができる。隙をついて捕食してみろ。バーストして荒神を倒せ。いただきますわよ。いざ。成功ですわ。
いただきますわよ。ふぅ、さらに荒神の屍を捕食することでコアを回収し素材を得ることができる。荒神の研究や装備の強化に必要なものだ。回収を忘れるな。素材を入手する方法はもう一種類ある。フィールドに落ちている廃材だ。この訓練場にも配置してある。回収してみろ。20秒ほどで訓練を終了する。これで訓練は全て終了だ。実戦に備えてしっかり復習しておくように。あれ、見ない顔だね、君ら。こんにちは。あ、ひょっとして噂の新人さん？はい、これからお世話になります、先輩。先輩、いいね、なんかいい響き。よし、俺はロミオって言うんだ。先輩が何でも教えてやるから何でも聞いてくれ。あ、その前に言っておく、ブラッドは甘くないぞ、覚悟しておけよ。いい質問だね。そうだな、ブラッドは血の力を秘めていて、うちの隊長なんてすごいんだぜ。どんな荒神だってズバーン、ドバーンって倒しちまうんだからな。すごい。じゃあロミオ先輩の必殺技ってどんな感じなんですか？バカお前、ほら、必殺技ってのはさ、そんなすぐに手に入るもんじゃないんだよ。そうだ、今みたいな質問はさ、ブラッドを設立したラケル博士にどんどん聞けばいいと思うな。じゃ、またな。あれ、質問タイムもう終わり？なんかまずいこと聞いちゃったかな。